はい、じゃあ B 兄弟やっちゃおっかな。はい、じゃあ森さん対ゼロさん、 B 兄弟お願いします。リブル1アクション。じゃあ動画代表賞は1P 側がアンツの誠、そして 2P 側が謎の男高橋さんのノエルです。さて、だいぶネット上では騒がれているようなこの2キャラですが、さらに何をくぐっているかさすがに見えないぞ。
みに今コンボ食らってる2ヒット目ぐらいからずっとカタカタ音が鳴ってました。リボー2、さあさすがアキラさんです。アキラさんが回す技は全部当たる。もうね、威力つけて、こうなるとね、さあバンク使わされて、とりあえず方向で画面端に連行。さあ、ここでカルモン使って、バンク使ってきて、さあ、カルラもすごいな。このままです。ベンジスパッサーでしっかり判断した。カウンチバックですよ。なんかかわいそうだね。ラペンカウンチここで危ないダメージで、またこれだとインパクトになった。今回は8D はバリアできます。リボー3アクション。確かにバルルがいるんですけど、ブルブロって、なんか ATR の名前で、さあ、ジルクチだ。逃がさんぞ。吸って、逃げ場はないぞ。バー、スタッフやめるな、クライがいい。さあ、今、アキラは、クライがいい。スタッフ、スタッフぐらいまでスタッフを使って、あらゆるな。行きますよ、行くよ。やっ、行きますよ、行くよ、カウンチュー。さあ、アキラは、クライがいい。まだまだ体力いっぱいある。クライが超電磁スパーク。ギガンチュー。しっかり食いついてる。ここはすごい反対力で、さあ、ダメ味で、しかし、シャッシュを取る。さて、クライガイで、クライガイで、いくよ、カウンチュー。使ったら、どうなんのこれ、なにこれ、Look at time。投げが通って、甘いっすからこうなっちゃうんじゃなかったの、アキラ。はい、アキさんペロペロ対、プロテイガー一体何者番組を勝負試合です。はい、 1P 側がアキさんペロペロの誠なのやつ、 2P 側がプロテイガー一体何者なんだの番組、誠番組では行きましょう。中の人には相当前作でブイブイ言わせたものどうしても大変なんて言いますか。これはしっかりしていた経過っていうよりは、まあ、6人のガードポイントの構成が遅くなっているらしいので、それを知って上での発生の早い技が生まれている感じなんですね。ガードから暴れ崩しの上に誰だったんですか。足出しが漏れたか、前に行かせて誠さんの長いコンボが始まる。一方の選手はアキさんペロペロの誠なのや。リボー2アクション。やはりバンクは義務考えとなると切り返しに無敵技ったことがないのね。誠のアムラッシュをさばくのが相当にしんどそうですね。ワード固めようにもやっぱりあの集団は絶対いつか食らっちゃうものだと思うんだ。やっぱ見えないぐらいだったら暴れるんじゃないですか。
黒手が湧く主天と主天と主天が目立つ主天と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 ファーストのビッグが操作が邪魔さくて1回目は今回もアーカーバーこの画面も画面足このイスの誠は非常にいけるぞマスラヒット。さあ皆さんダメージにご注目ください。2500公式が降りに来ましたよ。ウィドウ3アクション。公式が個人を煽り誤解してるかもしれませんが、本来はこういう設計戦からの方を好んで使う人間です。しかしね、雨増しで今度はプロテイガーがどうもいいですか。バスターロータースパ間に合って出ない。あ、これはパート。さて、トリガーコースして補正切りよ。離したか。あ、そこか。ゲランガード今のガードは相当頑張った。さて緊迫した状況だった。空中層に隠して写真ガードして暴れない。知ってる。最後はマンクが暴れ回さった。勝利したのはクロテイガー。一体何者なのか。